の魅力が最大限に発揮されるし、カラオケはいいことばっかりにく。そんなにニコの歌が聞きたいの？それなら行くしかないわね。全然歌ったことないっていう割に、あなたの歌それほど悪くないわね。じゃあ次はこの曲。ツインボーカルのアイドルソングだから、ニコとあなたで一緒に歌うニコ。そうね、あなたの気持ちはよくわかる。スクールアイドルで銀河の頂点に立つニコニーと歌うのは確かに荷が重いでしょうね。でもニコのことを信じて、あなたの歌が残念でもニコニーの魅力で全部カバーしてあげる。楽しかったニコ。ニコたち全力で歌い切ったわね。またいつでも連れて行ってあげるニコ。そんなにニコニーに会いたかったのね。ニコニーって存在自体が幸せの象徴みたいなものだから、あなたの気持ちはよーくわかるニコ。そういうんじゃないんかーい。これは T シャツ？かわいい。ピンクのキラキラマイクが刺繍されてて、ニコの似顔絵まで描いてある。もしかしてあなたが作ったの？バカね、そんな小さなこと全く気にならないわよ。あなたからの心のこもったプレゼント確かに受け取ったわ。これから練習でもいっぱい使うわね。ずーっと一緒に行こう。今日のライブは小悪魔衣装なの。ニコニーにぴったりでしょ。オーディエンスのハートを翻弄する小悪魔でもあり、ハッピーを届ける天使でもあり、さすがニコニー。あなたもニコに会いたくて急いで来てくれたんでしょ。でもごめんなさい、ニコはもうステージに行かなくちゃいけないの。そんなに悲しそうな顔はしないで。だってニコニーはみんなに笑顔を届けるスクールアイドルなんだもの。あなたのハートをハッピーでたっぷり満たしてあげるから、ニコのパフォーマンスを見ていてね。